デンマークとドイツの高速道路網におけるフェーマルンベルトトンネルとロストックゲッサー間のフェリーフェーマルンベルトトンネルはデンマークのロラン島とドイツのフェーマルン島の間を結ぶことが提案されている計画中のチンマイトンネルであるバルト海にある幅 18km のフェーマルンベルト海峡を横断するものでこれにより北部ドイツとロラン島そしてそこから デンマークのシェラン島及びコペンハーゲンへと、鉄道と高速道路の直接連絡を実現する。この経路は、ドイツやデンマークでは、鳥の主な渡りの経路であることから、渡り鳥コースと呼ばれている。フェーマルン島はすでに、ドイツ本土と橋で連絡されており、ロラン島もシェラン島とファルスター島経由でトンネルよび、橋で、 すでに連絡されている。さらに、シェラン島は、スウェーデンとオーレスンリンクで連絡されている。シェラン島とドイツの間は、ダイベルト海峡、フィュン島、ユトランド半島を経由すれば、陸路で連絡されているが、フェーマルンベルトトンネルにより、ドイツから、シェラン島、そして、スウェーデンやノルウェーへより容易に早く移動できるようになる。フェーマルンベルトトンネルは、 当初の見込みでは2018年に完成することになっていたが、2012年に完成見込みは2021年に延期され、2015年には2024年まで延期された。当初は発誌として計画されていたが、この連絡の設計と計画を担当しているデンマーク国有企業であるフェーマルゲ AS では2010年12月に トンネルの方が望ましいと発表し、2011年1月にデンマークの議会でトンネル案が大多数の指示を受けた。2015年2月にデンマーク議会に建設に関する総案が提出され、デンマーク政府はドイツとスウェーデンの指示を受けて EU の資金130億デンマーククローネを申請した。 2015年6月に5億8900万ユーロの EU 資金が欧州委員会からデンマークに対してコネクティングヨーロッパファシリティの枠組みの一環として提供されることが決定されトンネルプロジェクトが推進されることになったドイツとデンマークの交通網計画部門では少なくとも2000年頃には橋またはトンネルによってフェーマルンベルトを横断する リクロ連絡の構想を推進するようになった。長年にわたり、橋が最も可能性の高い計画だとされていたが、2010年末に、デンマーク側の計画部門では、チンマイトンネルが橋に比べて建設上のリスクが少なく、費用も同程度であると宣伝した。デンマークの議会は2009年3月にプロジェクトを承認し、420億デンマーククローネを要する。 ものと見込んだ。この費用には、電化や、デンマーク側の1 6 0トルの路線を、単線から複線に改良するなどのための15億ユーロを、含んでいる。2011年に、2008年の物価に換算して、総額は55億ユーロに増額されたが、欧州連合の資金供給は6億ユーロから12億ユーロを、見込むことができる。 建設費の見込みは1998年4月1日の計画開始から2021年の開通までの区間を推計している。新しいフェーマルン海峡橋とストーストレム橋が必要となる。しかし条約上はこれらの橋を置き換える必要はない。ただしストーストレム橋については改良が計画されている。また条約上は ドイツ側での伏線鉄道の建設も最大で7年まで遅れる可能性がある。フェーマルンベルトトンネルとそれに付随する伏線化によりハンブルクからコペンハーゲンまでの鉄道の所要時間は4時間45分から3時間15分に短縮される。現行の計画によれば1時間に片道1本の旅客列車と2本の貨物列車が運行される。このため、もし ドイツ側での伏線化が遅れれば、この運行本数のために、ドイツ側の橋で遅延が生じる見込みである。コペンハーゲンとハンブルクを結ぶ、幹線道路は、ドイツ国内の 25km を除いて、すでに高速道路となっている。残りの区間は2車線の道路である。この区間は高速道路規格に拡張される、予定であるが、フェーマルン海峡橋の区間を除く。このプロジェクトは、 規模の点でオーレスンリンクやグレートベルトリンクに匹敵する。2010年11月30日にフェーマルンー s が発行した報告書によれば会社はデンマークとドイツを結ぶ連絡の設計と計画を任務としており連絡経路は決定されプットガルテンとレズビューハウンのフェリーの港の東側を通るものとなるとした。 フェーマルンベルトトンネルの建設費は政府が保証する融資で賄われ、道路と鉄道の通行料で償還される。デンマークがプロジェクトへの融資の総額350億、デンマーククローネに責任を負い、ドイツの参加はドイツ側の陸上設備の整備に限定される。デンマーク政府はフェーマルンベルトトンネルを完全に所有し、 建設費が償還された後も通行料を課すことができ、料金所での雇用もデンマーク側のものとなる。この通行料金収入はデンマーク国鉄の改良にも用いることが計画されている。ドイツ側では道路が4車線に改良され、鉄道は複線化され、条約によればこうした費用は通行料金ではなく税金で負担されることになっている。 欧州連合は、この計画を、半ヨーロッパ交通網として優先される30のプロジェクトの一つに指定しており、このプロジェクトの費用の5から10%程度、およそ6億ユーロから12億ユーロ程度を支援する。このプロジェクトは、ヨーロッパにとって5%程度の資本利益率が見込まれている。推定トンネルには、水平に掘削する方法と、チントンネルがある。 全長が4から5キロメートルを超える深いところを通る、トンネルでは水平に掘削する方法が普通で、沈米トンネルは、比較的浅い川や港を横断するときに用いられる。沈米トンネルでは、海底に溝を掘り、砂、または砂利の基礎を築き、プレキャストコンクリートで作られたトンネルが前からだを、溝に沈めて、保護層として、数メートルの深さに被覆を行う。 フェーマルンベルト海峡は、チンマイトンネルで横断する計画で、計画時点で、全長 17.6km あり、これまで建設された最長のチンマイトンネルとなる。2010年11月30日に、デンマークのフェーマルンエースのプロジェクトマネージャーが、ランボル、アラップ、テックのコンソーシアムが提案したチンマイトンネルの設計が採用されると発表した。 プロジェクトマネージャーによれば、このトンネルは、世界最長の賃貝トンネルであるだけでなく、世界最長の鉄道道路併用トンネルであり、世界最長の推定道路トンネルであり、鉄道道路併用トンネルとして最も深い賃貝、トンネルであり、コンクリート製賃貝トンネルとしては、世界で2番目に深いものとなる。現時点で最長のコンクリート製賃貝トンネルである。 デンマークとスウェーデンの間のオーレスンリンクのトンネル部に比べると規模が5倍となる。フェーマルンベルト海峡の最も深い部分は深さ35メートルであり、トンネルの断面はおよそ10メートルの高さである。このため春節線は45メートル以上の掘削能力が必要である。春節により、幅40から50メートル、深さ12から15メートルの溝を建設する。 これにより合計で2000万立方メートルの土砂が浚渫される。従来からの浚渫設備ではおよそ25メートルまでしか浚渫できない。水面下25メートルより深いフェーマルン、ベルト海峡の中央部を掘削するために、格上げ浚渫船やドラグサクション浚渫船が必要となる。提案されているトンネルは、全長17.6キロメートル、深さ40メートル、 そして、伏線の鉄道が通る。環境への影響を大幅に軽減できること、特に南北方向の橋では、横風が、トラックやトレーラーに、大きな影響を与える恐れがあるが、トンネルは、気象条件に影響されないことから、議論の結果トンネル案が有力となった。水平に掘削するトンネルはあまりに高価であるとされた。 プレキャストコンクリートで作られたトンネルの区間は、長方形の断面を持ち、幅約40メートル、高さ約10メートルあり、4つに分かれた空間が、2つは道路用、2つは列車用となり、これに加えて、小さな保守作業用の空間がある。自動車に対しては、北向きと南向きでどちらも幅11メートルの分かれた空間が用意され、それぞれに車線と路肩がある。 列車用の北高線と南行線はどちらも幅6メートル、高さ10メートルである。保守用の通路は幅3メートルある。空間を隔てる、壁の厚さはそれぞれ異なるが、トンネル全体の幅は41.2メートルとなる。トンネルは1階層で構成され、2本の道路用、鉄道用の空間は水平に並べられ、道路を西側、鉄道を東側に配置している。 これは既存の道路や鉄道の配置に合わせたもので立体交差させる必要がないようになっている。当初は橋が提案されていた。この橋は全長2 0トルで3つの完全に同じシャバリ橋を並べ、それぞれ7 2 4ルのスパンがある。橋の下部構造となる4本の首都はおよそ2 8 0ルの高さとなる。 桁下の高さはおよそ65メートルで、海を行く船が下を通過することができる。橋の外観デザインは、ディッシング・バイトリングが、土木工学的な設計はカウ・オーバーマイヤーが、実施した。提案された設計では、道路は4車線、鉄道は、伏線となっていた。ドイツの地域住民からは、プロジェクトに対して、反対の意見もある。これは、 現在のフェリーの頻繁な運航に関連して雇用の喪失を懸念するもの当初検討されていた橋梁の建設によって野生生物が影響を受けると考える環境保護活動家などがあった。海峡横断連絡に関しては30年以上にわたって議論されてきた。この議論の初期にはドイツ再統一前であり、 ドイツ民主共和国と連絡するのは非現実的であったため、この海峡連絡交通としてあり得るのは、ハンブルク方面だけであった。それ以来時代は変わり、その間にヨーロッパは政治的にも経済的にも型を変えていったが、海峡連絡の向きは変わらなかった。 これは、二カ国の首都であるコペンハーゲンとベルリンを連絡する、そしてより大きな目で見れば、スカンディナビアからポーランドと、東部ヨーロッパに対して連絡することで、デンマークを、新しい市場全体に対して開くことができるという、点で、より大きな意味があるはずだと、強く批判されてきた。フェーマルンベルトトンネルから約50キロメートル東となるゲッサーロストック橋の方が、 ベルリンを含む東部、ドイツや、それより、南側とスカンディナビアを結ぶことができるとして、フェーマルインベルト連絡の代わりあるいは補完として、提案されてきた。デンマーク自転車連盟からトンネル建設費の増額分を埋め合わせる支援をするという提案があったにもかかわらず、自転車用の通路を建設する計画はない。批判者は、 フェーマルンベルトトンネルの建設により既存のフェリーから貨物輸送が転移して結果的にフェリー運行が大幅に削減されて雇用が減少するとしている同時に建設に関連する雇用は短期間のもののみであるとしているこれに加えて旅客貨物輸送の予想は過剰に見積もられており投資を回収できないリスクがかなりあるとしてプロジェクトは 経済的に正当化できないかもしれないと主張している。また当初の計画は、冷戦期に策定されたものであり、それ以来大きく交通の流れが変わっており、もはや建設は正当化できないとする意見もある。シュレースビヒ・ユトランド半島ルートから、貨物列車をフェーマルンベルトトンネル経由に移転する、ことにより、住民や、周辺の人に対して騒音が増えることになるという、批判もある。 この批判はかなり強いものであり、計画されていた鉄道のルートの変更が行われた。ありがとうございます。